3連休初日となる明日は大雨に警戒が必要なエリアもありそうですね。そうですね。特にこの前線に近いところ、その南側の方では激しく降る時間帯があって、まあ、雨の降り続ける時間も長い。そんな感じで見ておいてください。ではまず気圧配置です。で、こちらの方ですが、明日21日土曜日午前9時の予想天気図。まあ、前線上低気圧が進んでくるような形となります。その後ですね、こちら台風14号から変わる温帯低気圧。温帯低気圧が今度はこの前線と一体化するような形となって、さらに発達するような形で進んでくるような状況となります。で、この前線低気圧に向かっては、暖かくて湿った空気がたくさん送り込まれるといった形となるので、広範囲で強く雨の方が降りやすくなる。特に日本海側、こういう状況となりそうですね。で、こちら日付変わって21日午前0時からの降水のシミュレーションになります。こちら見ると、まあ、前線上の低気圧であるとかその付近でかなり発達した雨雲が発生し、これがですね、東北からあとは北陸付近この辺りにかかってくるといった状況となりそうですね。ですので一時的にこう激しく降ることがあるというふうに見ておいた方が良さそうです。それから九州から四国紀伊半島付近、こちらはですね、南の方から入ってくる湿った空気の流れ、それがぶつかるところで、まあ、激しく降る時間帯も出てくるかなといった状況です。ただいずれにしても長い時間雨の方が降りやすい場所としては東北、北陸、まあ、この辺りがメインかなというふうに見ています。はい、で雨の量もだいぶまとまりますから、まあ、災害発生リスク高まるので十分注意をしてください。危ない場所には近づかないようにしてください。最新の気象情報はアプリウェザーニュースからも詳しくご確認いただけます。